はい、それでは時間になりましたので、これからですね2020年日本試験分析会を始めさせていただきます。担当はアレックス専任講師の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。まあ、本日ここにビニールシートあるんでマスクの方はちょっと取らさせていただきます。まあ、この講義に関しましては収録そちらの上の方にカメラありまして収録も同時に行っておりますので、ご容赦いただきたいと思います。まあ、できるだけちょっとあまり大きな声張らないようにいたします。はい、まずは第54回椎間試験2週間前ですけれども、皆さんご苦労様、お疲れ様でした。今回のですね、本試験の内容、まあ、ざっとですけども、まあ、私の印象からすると、ここ数年の間ではですね、まあ、特に、3科目目の椎間実務ですね、これがまあ通常合否を分ける分岐点になりますけれども難しくなかったと思います。ただし、まあ後でまた実務のところでも細かくお話ししますけれども、時間との戦いですかね。どちらかというと、まあ、時間が余ったっていうぐらいであればいいんですけれども、どうしても時間の方が足りなくなって、まあ、解けた問題だけどもちょっと正解できなかったという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね。そこでですね、この分析会に関しましては、まあ、通常は1科目目椎間業法、2科目目は関税法、3科目目実務ですけどね、その順番なんですが、やはり分岐点というところで逆の形でですね、椎間実務科目、それから関税法、椎間業法という形でちょっとお話をさせていただきたいと思いますので、まあ、問題を持ってきていただいた方に関しましては、椎間実務の方ですね、こちらの方を見ていきたい。従いましてですね、時間的な問題もありますんで、椎間実務の方は1問ずつやっていきたいと思いますけども、2科目目、1科目目、関税法、それから椎間業法に関しましてはもうかなり端折った形になると思いますのでね、その辺のところはあらかじめご容赦いただきたいと思います。まずは、申告書ですね。申告書の問題に関しましては、これは例年といいますか、ここ7、8年ぐらいの中ではまあ簡単な問題だったんじゃないかなとは思います。最近の6、7年ぐらいの、申告書の問題っていうのは結構細かいところまで出てきてますんで、10年以上前の問題と全然質的なものが違ってます。そこで最近の方からいくと、まあまあ、ちょっと時間はかかるんだけれども取れない問題ではなかった。そして、輸出申告書の問題で言うんであれば、これはやはり類中ですね。類中、類中が大きくものを言ったという形ですよね。例えば39類の類中ですね、の2番、この類には次の物品を含まないということで、まず時計が外れているというところですよね。それから、これはまあ5番ですけど、V か、類中の2の V、それから Z のところで櫛が外れていると。時計はまあそのまま時計、91類だし、櫛の場合は、これは、まあ、Z のところに96類の物品って書いてありますんでね、こちらの方で分類すればいいわけですね。それから39類の類中の中でも、今度は11番ですね、3925項に入るものはどれかというようなところで、IJ ですかね、 IJ で建物の部分に恒久的に取り付けるためのものに限るというような表現になってまして、問題文の方で、これが8番ですよね。問題文の8番のところで、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付けるためのものではないというふうになっているので、ここで39類から外れて、392号項から外れるということですよね。ただし、まあ、39類から外れるということではないんだけれども、それからもう一つ注意しなければいけないのが、別冊の方の7ページの3924項の項の規定ですよね。
まあ、これ項の規定というよりもこれはあの、あれなんです、解説なんですね。7ページの一番上に書いてある通り、関税率表解釈抜粋というものなんです。通常は皆さんは多分目にしないものだと思います。実効関税率表あるいは輸出統計品目表の方の、まあ、解説集というのはあります。これはあの税関のホームページでも出てますけれども、そこを、まあ、本来であれば見ないとわからないんですが、この問題に関しましてはそこの部分抜粋として与えられているんですね。その中で、C ですね、ラージ C のカーテン、それからラージ D のタオル掛けね、これが、3924項に入るんだということがありますんでね、3925項と3924項との、まあ、競合ですね、どちらに分類すればいいのかというようなところ、これがね、ポイントになってきますね。ですから今の、抜粋として与えられている39類の類中と3924項の項の解説ですね、ここの部分がしっかり読めていれば多少は時間がかかります。これはね、すぐにはすんなりとは仕入れ書の貨物分類はできないんじゃないかと思いますけれどもね、2つのところを確実に読んでしっかりとそのあたりのところをですね理解していれば多少時間かかったとしてもこれ全問答えられる問題だったというふうに思います。あとはウォッチケースですけどもね、6番、まあ、便宜上1番から6番っていうふうに私番号振っちゃいますけどもちょっと説明しにくいんでね、1番がタオルフック、それから、まあ、一番最後6番がウォッチケースと、これで1番から6番というふうに振っちゃいますけど、6番目の、ウォッチケースはですね、これは縦根の問題がね若干効いてきますけれども、縦根は CIF になってますんで、この仕入れ書上の縦値、金額というのは CIF の価格だと。で、CIF を輸出の申告ですから FOB に直さないといけない。FOB に直すためには、1ページの、問題文の1ページの7番、ここをしっかり読み解かなきゃいけないんだけれども、ここをですね、結構誤解されちゃう方いるんですよね。この CIF の問題に関しては、FOB に直すために、CIF 全体が 100% なんですよ。そのうちの、イーローハニーが 4%、5%、7%、6% ということですから、FOB に不必要なものだけを外すという形で、ハと2が FOB にとっては必要ないですね。13%。したがって全体の 100% から 13% を引いて FOB に直すには仕入れ書価格に 0.87 をかけるというふうになる。パーセンテージで表されるときなんかは間違いやすいのは FOB の 10% が運賃及び保険料として加算されているなんていう問題が出るんですよね。その場合は FOB に直すためには、まあ、例えば 10% であれば、CIF は FOB の 110% になりますから、FOB を出すためには CIF を 1.1 で割るという形の計算式、そちらの方と勘違いされる方が結構多いでね、注意しなければいけない。そして、先ほどのウォッチケース、これは2000ドルですけどもね、2000ドル、この2000ドルの段階で換算レート108円かけちゃうと当然20万いっちゃいます。しかし、FOB に直した後108円をかけると18万7920円という形で、まあ、少額になるというところも最後の詰めですね、5番目に入れる E に入れる番号、これが12番で、E というのがありますけれどね、こちらの方を入れないといけないという形になって、まあ、10桁の番号があるところは出てないですから簡単に答えとしては分かっちゃうのかなって感じ、選択しないですからね、10桁目まであるやつはね、という形のそこの部分を最後取りこぼしがなければ全問、これは答えられてもおかしくない問題だというふうに考えてください。次、輸入申告ですね。
輸入申告に関しましても、まずは、貨物分類に関してですけれども、ここもやはり中が、一つ大きなポイントですよね。与えられている中、ここで中を使うのは4番目、一番上から、先ほどとの輸出申告と同様に1番から6番まで番号を振っちゃうというふうに仮定してお話し進めますが、4番目のこれニューマチックマットレスですね、それから5番目のフォーク、これは間違いないと思うんですけどね、フォークとかナイフ、これ82類に行くためには金属じゃないといけないわけなんですね。したがって金属で当然ないプラスチックとあるから、このフォークは82類には来ない。そして6番、4番と6番はこれは94類の類中の規定ですね。これを読んでいただきたい。抜粋の方でいくと、別冊の方ですね、別冊の方の13ページの94類の中1の A と F が記載されてますけれども、両方ともこれはこの問題に関しては使う類中ですね。 A に関してはこれはマットレスね、マットレス、今回のマットレスあります。4番のニューマチックマットレスですけれども、このマットレスに関しては空気または水を入れて使用するもの、これは94類のマットレスには含まないというふうになっているわけですね。63類のマットレスなんてあるから、じゃあ94類行かなければどこ行くのかって言ったら、94類行かなければ63類行くんですね。それから85類のランプ、この85類のランプもこれは94類のこれ照明器具に行かないということですよね。照明器具に行かない、照明器具94055ありますけども、こちらの方に、これは85類で分類できるのであれば85類に持ってきなさいということですから、ちょうど隣のページ12ページの方に、82類のランプありますね、LED ランプですよね、LED ランプこちらの方ありますから、こちらの方で分類すればいいということになりまして、4番5番6番がね、これが少し迷うかなという感じですが、1番2番3番リュックサックとかテント、それからスリーピングバッグね、これはリュックサックであればこれは42類の4202以降の方に、以降の規定の中にリュックサック8ページですけど、別冊の4202以降の項の規定の3行目に出てきますよね。それからテントというのもこれは63類ですね、63類の方の項の規定といいますかね、項じゃないか5の規定ですけどもね、ズバリテントって出てきますね、6306225ですね、出てきますから、これは迷わないと思います。スリーピングバッグもこれはその思い読めは寝袋ですからね、寝袋に関しては94類の方に、寝袋出てますんでね、英語もそんな難しくないんで、これらに関しましては先ほどの輸出申告書の貨物分類よりもむしろ簡単だったんじゃないかと思います。4番と6番間違いなければということですね。それから課税価格に関しましても別段目新しいようなものはないですね。問題文の方ちょっと戻りますけれども、問題文の方の6ページですね、7番なんていうのはこれは賠償金ということで、しかもこの賠償金に関しては今回の貨物にかかることではないですよね。前回の賠償金という形ですから、課税価格というのはあくまでも今回の輸入貨物にかかる費用なのかどうかというところで判断しないといけない、今回のものじゃなくて、総裁なんていうふうに言葉としても出てますから、これは総裁値引きに該当するよということですから、5ドル
値引きされた後の額あの金額が仕入れ書に書かれているということですから、当然これは足さないといけないということですよね。仕入れ書のスリーピングバッグの部分ですね、単価15ドルになってますけれども、5ドル分は総裁値引きがあるよということですから、単価これ20ドルにしないといけないということですね。それから、また問題文の方に戻りまして、8番に関しては、これは輸出者売り手が支払った費用ですよね、なりますんで、これは考慮せずということですね。しかしながら8番の中で、下から3行目、追加請求、追加取得があります。20万円で追加して取得したというのが足りなかったんですよね。足りなかった材料が足りなかったんで、追加して、追加した分に関しては買い手が売り手に対して、送ったというふうになりますから、これはニューマチックマットレスですね。ニューマチックマットレス、このマットレスには20万円はこれを加算しないといけない。70万円は輸出者売り手が払ってますんでね、売り手支払いは考慮せずという大原則があります。それから9番に関しましては、これは作業員何をやったかということですよね。品質検査のみに従事したということですから、これは検査の考え方です。輸出国における検査費用が発生しました。ただしその検査費用は売り手のために行ったのか買い手のために行ったのかによって加算するしないが変わるし、今回の場合は買い手のために行った検査だということですから、検査費用をどう考えるかというのは、これは検査費用は売り手のために支払った場合は、買い手が売り手のために、まあ、間接的に払ったのであれば間接的に払った費用、現実支払い価格を構成する費用というふうになるんで加算しますけれども、買い手が買い手のために行った検査に関する費用、これを買い手が支払っても、これは売り手のために払ったものではないので現実支払い価格は構成しないということになって、この費用はこれは加算する必要はないということですね。ですので加算要素としましては、これは3番目のスリーピングバッグ、それぞれ5ドルを足すということと、それから4番目のニューマチックマットレスですね、それに対しては全体で20万円、これを最後足さないといけないということになります。まあ、一部の品物に加算するものがあった場合は気をつけなければいけないのは、答えの順番ですよね。 ABCDE の答えの順番、もしかするとそこで変更が出てくる可能性があるので、 ABCDE の順番に関してはもう一番最初に、仕入れ書の価格の中で決めていったんでは間違う可能性があるよというところはね、気をつけなければいけない。まあそのぐらいなんでね、加算すべき費用というものもここはもう例年のと同じぐらいのレベルなんで、基本的なレベルの中で答えられる問題なのかなと思います。はい、以上ですね。あの申告書の問題に関しては、これは今年の試験においてはまあ、むしろ得点源になったんじゃないかなというふうに思います。ただし先ほども他の一部の方とお話したんですけども、通関実務に関しての問題の解き方に関しては、まあ、私が受験生の方に言うのは、第1問第2問の輸出申告書輸入申告書は後回しにしなさいと、3問目から解いてくださいと、3問目以降から解いてください。まあ、場合によっては、計算式問題、配点高いですからそこから解いていっちゃうというのもありだと思いますけどね。いずれにしろ申告書問題初めに解いちゃうと、もしかすると難易度なんかで、そこで足止め食らってしまう、輸出申告書輸入申告書の問題から抜け出られなくなってしまって、他の問題を解く時間がなくなってしまうというようなこともある時があるんですよね。そのような時間配分で、何ですかね、苦労してしまったという方は、ちょっと時間が足りなくてこの問題取れなかった方もいるかもわからないですね。
通常に解いていけば少し若干は特に輸出の方がかかるんだけれども、決して解けない問題ではなかった。例年から比べると難易度は私は低いというふうに見ております。はい、3本目以降もうちょっと振り返っていきたいと思いますけれども、3本目以降もですね、計算問題でね、多分皆さんびっくりされたと思いますけれども、消費税の計算問題出ちゃった。あれ答えられた方いますか？なかなか出てこないし、あそこまで学習が行き届いてない方が多いんじゃないかと思います。ましてや消費税の問題でも、軽減税率なんかの文言がありましたよね。あれは食料品関係に関しては軽減税率 8% ですね。それが適用できるというような知識もないといけないし、切り捨て切り上げですね、端数処理の問題も結構面倒くさいんですよ、消費税はね。まずは消費税に関してはちょっと3問4問5問6問なども飛ばしちゃいますけども、消費税の問題に関してはまずは関税出して、関税額とそれから元の課税価格足した上で、消費税をまず出すんだけれども、課税価格に関しては、1000円未満切り捨てない状態の課税価格、そして関税を足すときには関税額は100円未満切り捨てたものを足して、そこで1000円未満切り捨ててから消費税ですね、消費税の今回は 7.8% ね、7.8% あるいは軽減税率の場合であれば 6.24% かけるというような作業が必要ですね。そして、地方消費税に関しては100円未満切り捨てた消費税の78分の22という計算式で計算していくという形、そして複数の税額計算になりますから、それぞれ、1つ目2つ目ですねの税に関しては端数処理をしない状態で置いておいて、合計で100円未満切り捨てるということですね。さらに、品物としましては3つ出てました。3つ出てたけども竹製の敷物、これ15ページいきなりお話飛んじゃって申し訳ないんですけども、これは課税が900円ですからね、税金かけるにあたって関税かけるにあたっては1000円未満切り捨ててから関税かけますんでね、もう0円になっちゃうんです。課税標準が0円になっちゃうからもう計算の対象外ということですね。ですからいろんなところに注意しなければいけないので、ここで引っかかっちゃうとね、結構時間取られちゃった、いろんなこと考えちゃって解こうとしますんでね、皆さんね、解こうとしますから、ここをスルーできたらよかったんですよ。多分正解率なんてのは1割もないんじゃないかと思いますよ、この第9問に関してはね。ですからそこをいかに迷わないというか、諦めて先に進めたかというところも時間配分の中ではちょっとも一つ大きなポイントなのかなと思いますね。はい、ではいきなりちょっと9問いっちゃったんですけども、複数選択肢からちょっと見ていきますけども、複数選択肢第3問はね、これは正解できる問題だと思います。ただ複数選択式ということでね、一つでも、迷った足があった場合はこれは答えられないですけれどもね、誤っているのが、4番と5番ですよね。誤っているのが4番の方は、これは関税の納付に関して印紙ではできないということ、それから5番の方は通貨ドル建ての通貨はダメよということですよね、円じゃないとダメだというふうになりますんでね、これが間違ってたということで、あとの1番2番3番はこれは比較的基本的な事項知識によって答えられる問題だというふうに思います。それから第4問、これは貨物分類の問題ですけれども、これは基本問題ですね。ただ、一つ迷うのは、5番の乾燥した海藻ですね、海藻がどこに行くのか、3類行くのかどうかということを迷っちゃったら、これはちょっと複数選択肢なんでね、答えが間違ってしまう可能性がありますが、海藻はそもそもは
これは12類の方ですね、まあ、12類いろんなの入ってくるんでね、ややこしいですが、最有の種であれば問題ないんだけども、海苔とかね、海藻ですね、これなんか入ってくるものになりますんで、1番3番4番がこれは3類に行きますね。2番、まあ、食酢を使った場合はこれはもう加工品調整品ということで、20類16類ですね、16類の方に行ってしまいます。ただまあ海藻だけが分かればこれも複数選択式だけども取れる問題だと思います。次は第5問。第5問はこれは事前教授ですね、事前教授からの出題で、最近の問題傾向としましては、通貫実務科目において、関税法第7条3項ですね、これも事前教授から出題されることが多いです。2科目目の関税法等で出題されるというよりも、この3科目目の通貫実務の方ですね、通貫実務の方の輸出入通貫に関わる内容の出題というところから事前教授制度が出題されてくることが多いんですね。でこれは足の3番がちょっと難しいんじゃないかな、迷ってしまったと思います。事前紹介に対する文章による回答の内容は税関としての見解であり、紹介者の輸入申告の内容を拘束するものではないということですよね。事前教授を行って税関から回答をもらったものは輸入申告書の段階で尊重されるというところは、まあ、これは基本事項なんだけども、尊重されるんだから拘束されるんじゃないかというふうに、まあ、考えちゃうとこれは間違ったものになる、拘束されるんじゃないかというふうに思うかもわからないですよね。尊重されるのと拘束、その回答の通り申告しなければいけないということにはならないということで、この3番の科目は拘束されるものではない、これは正しい記述と解釈しないといけないわけですね。次は第6問。第6問はこれは経済連携協定、結構最近の問題としては難しめの問題出てるんですが、今回は結構簡単だったと思いますよ。この第6問の問題というのは問題文の下から2行目ですよね。締約国原産品申告書を提出することとなっている協定はどれかということ、これも基本事項です。何年か前までは第三者証明ということで原産地証明書しかこの原産性を証明するものを認めてなかった。しかしながら数年前にオーストラリア協定締結して発行してからはどんどん自己申告ですね、自己申告、自分自身、輸出者とか輸入者とか生産者がこれが原産性を証明するというもの、これが原産品申告書というものです。原産地証明書と原産品申告書という言葉の違いが分かればかなり簡単な問題です。したがって1番と2番ですね、環太平洋パートナーシップ協定ですね、 TPP、 それからヨーロッパ連合との協定、これに関してはこれは自己証明書しかこれは原産性を証明するものとして認めてませんので、1番2番が答えになる。3番4番5番というのはこれは第三者証明、税関等の権威ある機関が証明した第三者証明である締約国原産地証明書、こちらの方で確認するという形になって、かなり経済連携協定の問題としては最近の法改正を分かっていれば簡単な問題です。これは、はい、次は7問。第7問はですね、これは最近こういうような傾向の減産性のね確認です。これもね、ただ経済連携協定というふうではなくて原産地規則、原産地規則にのっとってその貨物が当該、この場合英国ですけれどもね、英国との締約国ですか、締約国は英国になりますが、
英国の原産品になるかどうかというような趣旨は同じなんだけれども、ここ数年来出てきた問題とはちょっと形角度を変えた問題なんですね。今までだと品物があって、1番から5番までの品物で、この貨物は何々から作られた何々ですというような問題があって、その貨物は原産地になるかどうかというような趣旨なんだけど、これちょっと角度変えちゃったんですよね。だから初め読んだ時にこれどういう何を答えたらいいんだというふうに迷った方もいると思いますけれども、品物としましてはまずは、この答え方としては品物がですね、これ T シャツなんですね。まずは T シャツがあって、その T シャツはどうやって作られたか、そこに、工程が入ってくる。どのように作られたかというのは、C 国で採取されたコットンリンターを C 国において実綿にし、 B 国において当該実綿を使用して綿糸を生産し、 A 国において当該綿糸を使用してメリヤス編み生地を生産し染色し T シャツに縫製した。じゃあ A 国で何をやったかというところがポイントなんですよね。 A 国においては糸から、これを、まず生地を作ってそこから T シャツを作った。糸から作ってるんだよというところがポイントですね。で、この品物として原産性を、認めるためには1番から5番までのような加工ですね、これがまあ原産地規則になります。今回の場合ね、1番から5番原産地規則、どのような原産地規則だった場合に、その工程に書かれてあるような作業を、加工した場合に原産性が認められるのかということを問うてですね、がちょっとひねった問題の作り方しています。初めて見た時には少し迷ってしまった方が結構いらっしゃると思いますけどね。そういうことで、これは1番と2番と3番織物というのは、まずくずとかその素材ですね、糸になる繊維があって、その繊維から糸ができます。糸からそれを紡いで、紡いだ糸から織ったり編んだりする織物とか編み物ができます。その後で最終製品である、今回の場合 T シャツですけどね、 T シャツができるというふうになると、4番だとですね、これは繊維からの製造ということですね。これ繊維からの製造というのは、下にある工程の中で A 国は繊維から製造してないと原産性与えられないんだというふうに読まないといけない。でも糸から生産しているから、この原産地規則だったら、繊維からの製造だった場合には、これは原産性与えられないというふうに考えるんですね。繊維、糸、編み物、織物、そして最終製品という段階を意識して考えていけば、この問題も解けますけれども、ちょっと戸惑っちゃったと思います。ここ数年の問題形式と違うんでね、問題の意味がちょっと把握するのにちょっと時間がかかった方が多いんじゃないかと思います。分かればそんなに難しくない問題。はい、次は計算式問題ですけれども、先ほど9問やりました。8問は大丈夫ですね。これはもう基本的な問題です。複数の関税計算で過誤納金といった場合は、多く払いすぎちゃったんで税関の方が返してくれるというやつですね。その場合でも、考え方としては同じなんですね。過誤納金の額ですから、修正申告などと同じです。公正の請求ですね、今回の場合なんかね。そういうふうに考えていただければ結構ですね。差額を求めればいいんだけれども、2品目あると、関税計算は9問目の場合と同じですけれども、それぞれの品目ごとの関税額で100円未満切り捨てない状態のものを合計すると。そして、最後を合計した後100円未満切り捨てて、切り捨てたもの同士の差額を持って答えにするという形ですね。基本問題ですね。9問目はやったんでね、10問目11問目に行きますけども、10問目11問目
ですね、それから、12問目、12問目はちょっと答え割れちゃった、予備校によってですね、割れちゃったということがありますけれども、10問目11問目はこれは簡単です。10問目に関しては4番、足の4番、ここの問題文をどう捉えるかということですね。 X は M の要請に基づき M に対して当該機械部品の使用等に関する研修を実施する。 M は X との間において当該機械部品の売買契約とは別に当該研修の受講にかかる契約を締結し、当該研修の受講にかかる契約に基づき5万円を支払うと。買い手は売り手に対して支払いがあるんだけども、この研修費用というのはじゃあ当該輸入取引の行う成立させるための条件になっているかどうかということで考えてください。条件になってなかったらこれは現実支払い価格を構成する費用になりませんのでね。本物の場合 M の要請に基づき、しかも売買契約とは別にこの研修費用を支払う契約を結んだということですから、輸入貨物の輸入取引契約とは別の取引契約だということですので、これは現地支払い価格を構成する費用にはなりません。それから第11問、これはここはですねそんなに難しくないですね。ただし契約月というのはね、これは売買契約した時ですから1月から3月の 10% これが値引きとして与えられます。それから4番に関しましてはね、これはちょっと迷うんですよ。特殊な作業にかかる技術を有すると書いてあるんで、ここの部分を役務と読んじゃうとどうなのかなというようなことでね、これは作業に従事するということですから、現実支払い価格を構成する費用、それから乾燥剤ですね。この乾燥剤というのはこれは梱包費用の一部というふうに捉えますので、加算しなければいけないということです。それから12問、本部の場合はこれは国内販売価格に基づいた価格から課税価格を求めるということですから、当然国内販売価格がまず決めて、その後で余分な費用を控除して、最終的に輸入港到着時点での価格をもって課税価格にするということになるんですね。複数の国内販売価格があった場合には、これも基本事項ですけどもね、単価ごとの販売にかかる数量が最大のものにかかる単価、これをもって国内販売価格にするということですから、本物の場合250個が総販売数量一番多いんで、その単価 27,680 円をもって計算の基礎にします。ここまではいいですね。問題なのは、控除するものの中で4番、上記2の国内販売、3元の同種の貨物にかかる輸入港到着後に国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料、その他当該運送に関連する費用の額は、これいずれも12万だ、いずれもと書いてありますね。ということは、その上に書いてある2番の表、国内販売123で個数が違いますね。250個、200個、150個、このいずれも国内の販売に要する運送に要する費用ね、これ12万円だって言ったんですよね。単純に250個の部分だけが12万円だとすれば、今回の数量、輸入数量は125なんで半分だから6万円を引くという形になるんだけれども、国内販売1、2、3 150個の分まで12万円だって言ってるわけですね。で、150個と125個、25個しか違わない。まして、国内販売250個と150個、100個も違うのに12万円同じだって言ってるわけなんで、これを半分にする理由がないん
と思うんですね。私はこのいずれもということをどう捉えるかというところがポイントで、私どもの方はこれ全部125個を輸入した場合でもこの4番にかかる費用というのは12万円だというふうに判断しました。したがって254万1千円というような金額になってきます。この部分でね、判断は分かれると思います。今のこの12問に関してはね。それから択一式問題に関しては、これは、まず13問はこれがですね、正解式がちょっと難しかった。正解式、これは、輸出通貨に関することですが、4番関税定率法第14条第1項の規定により再輸出免税の適用を受けて輸入された加工材料となる貨物が輸入後加工され、その加工されたものを当該加工材料となる貨物の輸入の許可の日から1年以内に輸出しようとするものは、その輸出申告の際にその輸入の許可書またはこれに代わる税関の証明書にその加工をしたものが輸出した加工証明書を添付してこれを税関庁に提出しなければならないとあって、輸出申告の際にこのような署名を添付するというのはね、なかなかちょっと細かい規定になってなんかテキストなんかでも載ってない場合が多いんじゃないかと思いますんでね、これが正解詞になるんで、あとはまあ消去法でですね、ゼロ回答じゃないというふうに踏んだ場合に答えられるのかなという感じですね。ちょっとこれは難しかったと思います。それから14問はですね、これは誤っているものですけども、足の3番ですね、申告書の撤回に関わる問題、貨物を輸入しようとする者が輸入申告と合わせて納税申告を行った場合において当該納税申告に誤りがあり、これを是正する必要があるときはその許可前に限りその必要があるとの理由のみによりこれらの申告を撤回することはできるとありますけれども、これできないですね。申告の内容が間違っちゃった場合は修正申告とか更正の請求、あるいは税関の方が初めから訂正する増額更正あるいは減額更正によってそういう手続きが用意されていますから、申告の内容が異なったことによって撤回というようなことはこれは認められないということになりまして、これが正解詞になるんですね。それから15問、これは久しぶりに出た形式の貨物分類の問題で、これはもう必ず取っていただきたい問題ですね。一番貨物分類としては答えやすい問題です。ABCDE に類がありましてね、物品として3つある、この類に該当しないものはどれかという組み合わせなんで、2問か3問これ答えられれば必然的に下の組み合わせ5パターンしかありませんから答えられちゃうんですね。まずはこれはもう取らないといけない。4類に入らないものはラードだしね、これは動物性油脂ということで15類、それから28類に入らないもの、まあダイヤモンドですね。でもダイヤモンドなんてもう71類、奇跡というような表題があります。それから44類に入らないものは鉛筆、書くものとしてはこれ筆記用具なんかは全部96類に入る。85類 D に入らないもの、まあこれはちょっと難しいかも分かんないですけどね、84類85類なかなか見極めが難しい種類のね類になりますけども、印刷機が84類いきます。電話機とかドライヤー、これともにこれは85類ですね。それから E の87類にいかないものはこれスクーター、まあ、最後スクーターのところで括弧が来て玩具というふうにちゃんとつけてくれてんでね、玩具となった場合はこれは87類の車両ではなくて95類の方玩具の方に持っていかないといけない。これはまあ答えていただきたい問題ですね。それから22ページの方の16問、16問もこれも貨物分類に関わること、
この貨物分類に関わるのはこれも基礎的な知識からの出題で、誤っているものね。これは足の5番の38類の類中において人造黒鉛は38類には含まないとありますけれども、通常の自然の黒鉛ですね、黒鉛、天然の黒鉛はこれは38類には来ない、25類の方行きますけれども、人造黒鉛はこれは38類というのは各種の化学工業生産品になりましたね、そちらの方に行きますということで、これも基本的な知識、貨物分類としての基本的な知識があれば答えられます。最後17問、これもですね、この問題は特定関税に関わる、やはり原産地に関わる問題ですよね。原産地として、特定受益国の原産品になるのかどうかということですよね。ならないもの、完全に生産された物品に該当しないもの、原産地というその前に完全生産品かどうかを判断させる問題です。完全生産品に関する規定というのは参考のところですね、関税暫定措置法施行規則ということで、完全生産、完全に生産された物品の指定というのが1番から10番まで載っているということで、その中の足の5番ですね、足の5番がこれが関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特定受益国等以外の地域、非原産国で収穫されたブドウと日本から当該特定受益国等である英国に輸出された酸化防止剤等を使用し、英国において生産されたスパークリングワインとあってね、品物スパークリングワイン、その元になるブドウが特定受益国以外のところで生産されてますからね、もうそれだけで完全生産品にはならないわけですね。実質的な変更を伴う加工ということであればまた別なんだけども、完全生産品というのはもうブドウからこれは作らなきゃいけない、酸化防止剤というのはもうそのスパークリングワインのほんの一部の品物というふうに捉えますから、ブドウそのものがね、特定受益国で生産されたものじゃないということですから、これが完全に生産された物品とは見なさない、該当しないものだということで、これも解けますね、これはね。というところで、まあ、基本的な知識があるものに関してかなり多いので、しかも申告書の問題で大量得点可能です。それから、計算式問題でも消費税の問題を除けば全問取れてもおかしくないという形になります。まあ、例年ですね、通貫実務に関しましては合格基準はこれは合格発表11月でありますけれども、その時じゃないと発表にならないんですね。で最近では3科目目の通貫実務科目だけ下げるケースがあります。難しい時はね、5割になったり、まあ、55% もありましたかね、というような合格基準下げるという年もありましたけれども、去年と同様今年もまず3科目目の合格基準は下げないんじゃないかというふうに私は思っております。はい、それでは残りの時間ですね、まあ、10分ぐらいしかないんですけども、1時間で見た場合はね、まあ、通貫業法はそんな難しくないので、ね、解説するまでもないと思いますから、ここは端折りますけども、2科目目の関税法等で、まあ、基本問題に関しましては触れません。ちょっと問題になりそうなところですね、ここを押さえないといけないんですけれども、まずはですね、ちょっと答えが私どもと他の予備校さんと分かれちゃったところがあってね、第9問複数選択式問題、次の記述は保税運送及び内国貨物の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか、すべてを選びその番号をマークしなさいとあって、ですね、ちょっと私の方が、まあ、私どもの方がちょっと考えすぎたのかも分かんないんですが、足の2番これ難破貨物の運送なんですね。難破貨物の運送で、保税運送の承認を受けることなく、その所在地から所在する場所から海港、税関空港、保税地域または税関管所に外国貨物のまま運送することができることとされており、
このナンパ貨物とは、遭難その他事故により船舶または航空機から離脱した貨物を言う。最後のナンパ貨物の規定、遭難その他事故により船舶または航空機から離脱した貨物というのは、これはナンパ貨物の定義で合ってます。問題は保税運送の承認を受けるかどうかということですが、実はね、私のもちょっと考えすぎたかも分からないんですが、保税運送というのは関税法の63条での規定なんです。そしてこのナンパ貨物の運送というのは64条での規定なんですね。そこから63条の保税運送に関わることではなくて、条文が64条に変わっちゃっているんで、ナンパ貨物としての運送の承認ということであれば、これは正しいけども、保税運送という言葉を使っちゃうと、63条の保税運送での貨物ではないので、この部分で、これ私どもの方はちょっと誤りだというふうに判断してしまいました。他の及子さんはほとんどがこれ正しい記述だというふうに考えております。それ以外にも、あとは間違っているの、正しいものはね、これは3番と5番ですね。これが正しい記述になりますね。それから問いの10問、これは関税暫定措置法第8条、いわゆる残八ですけれども、加工または組み立てのため輸出された貨物の減税ですね。日本から材料を送って外国で組み立てたとか加工した後戻ってくる時の、戻ってきた時の減税制度からの出題ですけれども、3番と4番、これがね細かいですね。3番は特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。特例申告貨物に関しては、特例申告、納税申告の時に、それらの条文を書きなさいということがあるのと同時に、特例申告貨物であった、あってもですね、輸入申告の段階で、それらのこのような規定ですね、軽減の受けようとする旨を付記しなければいけないという減税免税制度がいくつかあるんですよ。そのうちの一つが関税暫定措置法第8条で、これは正しい記述になるんですね。輸入申告じゃなくても付記しなければいけない。当然、納税申告である特例申告の段階でも、これは条文の番号とかを書かないといけませんけどね、輸入申告の段階でも書かないといけない場合があるよというところからの出題です。それから4番、加工のため本邦から輸出された貨物を原材料として、関税定率法別表4203項ですね、衣類および衣類付属品、革製またはコンポジションセザー製のものに限る該当する製品であって、その原材料貨物に染料を染み込ませる加工、当該製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除くがされる、輸入されるものについては関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減を適用を受けることができないとあってね、これはですね、加工の内容とかまでね踏み込んじゃってる問題なんで、テキストに多分載ってるとは思うんですよ。皆さんが思ってる基本的なテキストにね載ってるけども、ここまでちょっと、フォローしなきゃいけないっていうのはちょっと辛いところかなと思いますんで、この10問はちょっと取れなくてもしょうがないかなという感じですね。あとは、正しいのは3番4番だけじゃなくて5番も正しい記述になりますね。それから11問なんかも、一つ足の1番の問題文、ちょっとこれはね勘違いされている方結構いらっしゃるんじゃないかと思いますよ。これ特権関税制度からの出題で、足の1番、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特権受益国等を原産地とする物品のうち、課税価格の総額が20万円以下のものについては、その原産地である特権受益国等から非原産国、当該特権受益国等以外の地域を経由して本邦に向けて運送されるものであるか否かにかかわらず、
同項の特定関税の適用を受けることができるとあって、課税価格が20万以下のものはあくまでも特定原産地証明書の提出が不要なだけなんです。提出が不要なものと、それから直接運送ですね、本来は、特定受益国から本邦に第三国を経由しないで直接運送しなさいという直接運送の規定が適用されるんだけども、第三国において運送の積み替えとかをした場合は第三国寄っていいよという規定です。で、直接運送をしていないものに関しては、これは課税価格が20万円以下であるかどうかはこれは関係ないです。20万円以下のものでも直接運送に該当した場合は、そのことをもって、特定、関税ですね、これが適用できないという形になりますのでね、提出不要な場合と直接運送、これをごちゃごちゃにしちゃってると、これを正しい記述というふうに考える方がいらっしゃったかもわかんないですね。あとは、まあ、基本的な知識の問題になってますね。それから12問の足の5番、これ航空運賃特例の一つなんですけどもね、ここまでなかなか抑えている方も少ないかもわかんないですね。航空運賃特例、例えば商品見本なんかね、商品見本なんかは20万円以下の場合とは、航空貨物として運ばれてきた時の運送費用と品物の値段を足して20万円以下だった場合は、航空貨物で運ばれてきたけども船で運ばれた運賃で計算していいよという特例がありますけどね、そのあたりのところは分かっていると思うんですけども、足の5番に書いてあるようなものが航空運賃特例の一つだというふうになると、ちょっとこれは複数選択式問題なんで、ちょっと辛いかなというふうな感じですね。ちょっと難しかったかもわかんない。それから14問はこれもですね、過去問であるんだけども、外為法の問題ですね。外為法の輸入の承認の問題で、足の4番、これ迷っちゃったと思います。本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当を受けるべきものとして公表された品目に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当を受けることを要しないというふうになってまして、これが正しい記述になるんですが、この本邦から出漁した船舶が外国の領海で採取した水産物、これが特例扱いなんですね、まずね。ただし輸入の場合には特例扱いになったとしても、原則ですよ、原則として、これは政府が他の国と定めた、まあ、協定を結んだ条約等に、これを遵守するために、いろんな特例除外の規定があるわけですね。ですから言い切っちゃった場合には、本来であれば罰にしないといけないけれども、いくつかこの経済産業大臣が定めたものに該当しないようなものがあるんです。そのうちの一つなんで、特例除外貨物にはこれは入ってこないということになって、これ正しい記述ということになってね、これはまあ6年前同じような記載がなされてますね。ここはちょっと今のところは迷っちゃったかもわかんない。それから15問はこれは輸出してはならない貨物からの出題ですけどもね、これはまあそんな難しくないんですけれども、注意しなければいけないのは足の2番と3番の関係ですよね。足の2番の問題文というのは、税関庁は著作権者から輸出差し止め申し立てがあった場合において必要があると認めるときは云々と書いてあって、この学識経験を有する者に、まあ、専門員ですけどもね、その意見を聞くのは申し立てを行ったとき、受理するかしないかの段階です。一方足の3番、これは
税関庁は特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにおいて、その認定するために必要があると認めるときは、経済産業大臣に当該認定の手続きのための参考となるべき意見を求めることができるとあって、受理するかしないかの場合は専門員だけなんですよ。経済産業大臣とか特許庁長官とか農林水産大臣は出てこない。しかし最終的に侵害しているかどうかを判断するにあたっては、専門員だけではなくて、特許庁長官であり経済産業大臣であり、あるいは農林水産大臣であると、まあ、権利によって、ね、変わってくると、どちらの段階で意見を求めるのかというところを、ね、よく間違えるところなので注意しなければいけません。はい、それからもう1時間経っちゃいましたね。今度は択一式問題。択一式問題でもですね、これちょっとまたレックと他の予備校答え割れちゃったのがあって、これも私の方のちょっと考えすぎかも分かんないんですけども、16番誤っているも、納税義務者に関してですけども、足の2番、許可の期間の満了により保税展示場の許可が失効した場合において、当該許可の失効の際、当該保税展示場にある外国貨物について、税関庁が当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の措置を求め、当該期間内に当該措置がされないときにおけるその関税を納める義務は当該貨物を管理する者が負うとあって、本来その条文としましては、保税展示場の許可をもらった者ね、許可を受けた者が納税義務者になります。しかし管理する者という表現になってくると、保税展示場の管理責任は誰が負っているかというと、保税展示場の許可をもらった者が管理責任あるんですね。というところから、私の方はちょっとうがった考えしてしまいまして、管理する者イコール許可をもらっている者というふうに判断して、これは正しい記述というふうに持っていってゼロ回答にしました。他の予備校はこの2番がこれが間違っていると、許可を受けているものじゃなくて管理するものだよということで誤った記述だというふうに判断したんだと思いますけどね。その考え方の違いで答えが割れちゃいました。はい、あとはずっとね簡単な問題が続きまして、19問、第19問飛んじゃいます。16ページになりますけどね、これ輸出通貨に関するもので、足の1番、これが正解詞になりますけども、保税増地上にある特定輸出申告が行われ税関庁の輸出の許可を受けた貨物に防出した場合には、当該貨物にかかる特定輸出者が直ちにその旨を税関庁に届け出なければならないとあって、特定輸出者がですね、その貨物防出しちゃった場合は、これ保税増地上になかった場合には特定、輸出者が届け出義務者になります。しかし本物の場合、保税増地上に置かれている貨物なんですね。特定輸出貨物、特例輸出貨物です。その貨物がなくなっちゃった場合は、これは保税増地上の許可をもらっているものの管理責任になりますから、そのものが届け出義務になる。これもちょっと引っ掛けですね。特定輸出者が行った貨物ということで引っ掛けなんですが、保税増地上にあるわけなんでね、保税地域の許可をもらったものが管理責任を問われるという形になります。それから20問の足の4番、ここもですね、しっかり問題文を読まないと間違っちゃうところですね。ここでもやはり他の予備校と分かれちゃった場合、ところがありますけどもね、足の4番、これは誤っているものですね。輸入通貨に関して特例申告をしようとするものが、その特例申告書の提出期限および、当該特例申告書に記載された納付すべき関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けた旨の申請書をその特例申告にかかる貨物の輸入の許可をした税関庁に提出し、かつ当該特例申告書に記載された納付すべき
関税額の全部に相当する額の担保を当該税関庁に提供したときは、当該税関庁はこれらの期限を2月以内に限り延長することができ、これ納期限の延長からの出題ですが、通常は、3ヶ月ですけれども、特例申告に関してはもうすでに1ヶ月間延長になっていますから2ヶ月、ここはいいんですよ。納期限が延長されるのはいいけども、ここで注意しなければいけないのは、1行目の特例申告書の提出期限までが延長されているわけじゃないんです。特例申告書は提出するんです、特例申告書提出期限までにね。しかしその提出したけれども納付するのが2ヶ月後でいいんだということになって、特例申告書の提出期限までが延長されるわけではないということで、これが誤っている記述になります。それから21問、これは難しかったですかね。足の4番これがですね正解詞になりますけれども、この問題文自体がどうや内容がちょっと理解できなかった方がいらっしゃるかも分かりませんけどもね、修正申告をする前にこの足の4番の内容を考えると、修正申告する前に構成の構成ですかね、減額構成してるんです。100万円の関税がありました、はじめね、当初申告でそのうちの30万円まず税関の方が減額構成してくると70万円になってる、その後で修正申告、例えば50万円の修正申告なったとした場合に120万円ですよね。100万円から30万円減額構成して70万円の関税額になった、そこから修正申告をした、50万円の修正申告をしたら本来は120万円のはずですね。しかしその修正申告をしたのは税関が減額構成をしたものから始まっちゃってるから、余分なことを税関が言っちゃったわけですよ。30万円減額しちゃったわけです。その分まで加算税はかかりませんよと言ってるのがこの問題、内容的にはね、ということなんですね。その内容がこれなかなかつかみにくいんですね。そこがちょっと問題文自体が分かりづらかったかなという感じですね。あとはですね、27問ぐらいですかね、まあ、罰則ですからこれはもう取れなくてもいいです。それから28問もこれは3番の、足の部分がこれは NACS で行うことができないという形になるんでね、これもまあ取れなくてもしょうがないかなって感じです。罰則まで抑えていくともう大変なんでね、余分な時間を取られてしまうということになりますからね。あとは択一式問題に関してはね、これはもう正解詞が簡単だったら他の足が難しくてもどうってことないんですよね。ですから、まあ、他の問題は解けるかなという感じです。はい、以上ですね。分析の方は、1時間ちょっと経っちゃいましたんでね、この辺にしておきます。残りの時間ですね、若干ありますんで、もう少しお付き合いいただきたいんですが、皆さんのお手元にある、パンフレットですね、これに関しまして最後ちょっと説明させていただきたいと思います。もうすでに皆さんの方でもね、始まる前に少し目を通された方もいらっしゃるかと思いますが、まず今一番申したいことはですね、割引制度です。割引制度が非常に大きなものがあるということですね。まずは6ページ7ページこれは必勝コースということでね、基本的なものはね、8ページ9ページの初学者コースが基本的なものです。プラス実務に特化した部分の講座がプラスついているのが必勝コースということなんですけども、この必勝コース、それから8ページ9ページに書いてある初学者コースともにですね、7ページの方の上の方の表を見ていただくと分かるんですが、期間によって大きな割引があります。現在の割引というのは一番大きくて、今年いっぱいですね、12月31日まで
早期割引として6万円引きです。それから1月来年になってからでも2月の28日じゃないか3月の31日までですね、3ヶ月間これは4万円割引という形になってますので、まあ、できるだけ早い方が割引が高いということ。それから一番後ろ見てください。これ他のところではやってないじゃないかと思いますけども、業者割引というのをレックの方では例年やってます。業者といっても貿易に関連するお仕事をされている方であれば非常に幅広い業種の方ですね、これを対象にしてこれは 2万円の割引を行ってます。この2万円の割引というのは先ほどの、期間による割引プラスです。ですからこの2万円の割引適用できて、今年いっぱいの中でお申し込みいただければ8万円割引という形になっているんですね。口座の、まあ、数ですね、コマ数というふうな言い方していますけども非常に多いです。他の予備校に比べてもかなり多い、回数になってまして、この大きな要素というのは一つには通貫実務の科目に特化した講座が非常に多いんです。そこでかなり回数を取っているということですね。そこがまあ大きな特徴で、レックの場合はやはり通貫試験というのは3科目目の通貫実務の突破にあるというふうに考えておりますので、通貫実務に関する講座というのは初級、中級、上級3つのレベルの講座を持っていると。ただし、まあ、初級の場合はですね、7ページに書いてありますように、これは必勝コースとあるいは、初学者コースお申し込みいただければ自動的についてきます。ついてきますので、あとはね、必勝コースの場合は上級クラスの方の問題まであるということなんですね。それからこのパンフレットの読み方として注目していただきたいのは、これらの申し込んだとしても全て一気に皆さんのお手元に行くわけじゃないんですね。時間差で行くという形で、それをどうやって見るのかというと19ページの方、19ページの方で、それぞれの講座とですね、まあ、日にちが書いてありまして、これはレックの方は通学コースっていうのは設けてないんで全部ウェブか DVD という形になりますけれども、そのウェブの配信日ですね、それからまあテキストの発送日と同じですけれども、それがそれぞれの講座によって異なってきます。今日はまだ18日ですね、今日18日ですからまだ配信になっているのはないんですけれども、10月の21日今週の水曜日からですね、通貫試入門講座というものが配信開始になって、随時ですね順番にそれぞれの講座がスタートしていくという形になってますから、この日にちになれ、なった時に初めて配信が開始になるし、教材も発送されるというふうに読んでいってください。で今現在ですね、特に、レックの方ではその必勝コースあるいは初学者コースともにですけども、やはり早めに、学習を始めていただきたいということから、科目分類ですね、通貫実務科目においても科目の分類だけの問題というのも何問かありましたけどもね、科目分類というのはやはり暗記の部分というのは結構あります。従いまして暗記するためには時間が必要だということで、科目分類に関しましては通常の基本的な講義のに先立って配信開始します。そこで19ページの方を見ていただくと、19ページの方の講座の方で一番左側にあるピンクのところの上から4番目に通貫実務対策講座科目分類編というのがありますね。で実際に学習が始まるのはこの科目分類編からで、これ11月の4日から配信開始になります。もうすぐですね、あと2週間3週間ぐらい経つと科目分類、
この貨物分類というのもですね、結構特徴的なものがありまして、レックの方では一番第9回ですね、9コマ、1コマあたり2時間半なんですけども、9回にわたって講座を設けております。まず1回目が、これが基礎編ということで、貨物分類の考え方ですね。その中には、中心的なものは皆さんもご存知だと思いますが、解釈通則、ね、の考え方、解釈通則がわからないと答えられないような問題も結構出てくるんでね、ここは基礎として考えないといけませんよということで、一コマ丸々ですね、その基礎編に当てている。それから2回目から4回目まではね、1類から97類までのそれぞれの貨物類ですね、その特徴を含まれるもの含まれないものというものを、ランク付けしながら、基礎的な知識をやります。そして最後残りの5コマですね、これはもう演習問題ですね、演習問題に特化したものに、できるだけ多くの、最近の傾向としましては、類中とかあるいは項の規定をその場で読み解いて問題を解くというような形式が多いですから、そういうような問題を随時、年々ですね、増やしていっているという形で、できるだけ今の取材傾向に合わせた形の問題というのも配置しておりまして、5回分全部演習なんでね、その部分でかなり実力がつくのではないかと思いますね。その貨物分類に関して11月4日から他の講座に先立って配信開始になりますから、学習もねすぐに始められるという形になりますから、ぜひともご検討いただければと思います。あとは皆さんの方でね、まだ時間があります。私もまだ、ここにいますんで、これで講義の方は終了させていただきますが、質問がありましたら何なりとお申していただければと思います。では10分ほど前ですけども、この辺で私の方のお話を終了させていただきます。お疲れ様でした。